寝かしです。はるかです。ナイテンボーイズです。はい、今日なんですけど、はいはい、もうすぐ登録者数がなんと3万人っていうところで、ようやく全編 YouTuber。 いやいや、でもね、3万人ありがたいですね。本当に。で、これからもっといい動画作っていきたいっていうところで、はいはい、今までの動画のコメントっていうところを見ていきたいと思います。おお、なるほどなるほど。中地さん、普段コメントとかって見られますか？コメントね、めちゃくちゃ見てます。めちゃくちゃ見てるんですけど、まあ、それこそ今日見るような多分バズった動画ってもうコメントなんか多すぎてなんか どこまでかよく分からなくなるので、ちょっと見れてないのとかもあったりはするので、あのこうやって振り返れるのは結構ありがたいですね。そうですね。なんでちょっと順番に見ていけたらなというふうに思います。ちなみに今年の YouTube の目標って何ですか？はい、はい、YouTube は登録者50万人を目指したいと思ってます。あと47万。道のりは果てしないですが、道のりは長いですね。頑張りましょう頑張りましょう頑張りましょう。はい、ではそれでは、見ていければというふうに思います。はい、じゃあいつもの通りでいきましょうか。はい、それではレッツネギン。見る動画はこちらです。空中で寝る珍しすぎる間取りのデザイナーズマンション。あー、これか。これはうちの動画の中で一番バズってる動画になります。そうですね、多分今年入って一番伸びたショート動画ですよね。いや、これはね、コメント相当来ましたよね。確かこれ1000件ぐらいコメントがいただいてて、やば、ちょっと順番に見ていきたいと思います。そうですね、確かに全部終えてないんで、はい、いや、ぜひちょっとお願いします。ではまずこちらの動画はどうぞ。空中で寝れる絶対誰も見たことのない不思議な間取り、ナイテンボーイズです。お待ちかねのゾーン来ますよ。ほら、もうロフトというか浮いてます。道路とかで見るあの網網でした。ここに布団を敷いて空中で寝るという荒技です。下から見るとこんな感じだった。メゾネットなので天井が高いのは非常に良かったです。コンクリの壁とあえて武骨なライトを使っているのも僕は結構好きでした。お家賃と場所はコメント欄へ。では、順番にコメント見ていけたらと思うんですけれども、はい、まあ、それはコメント集まるよなっていう、まあ、確かに間取りでしたね、これは。そうですね。テレビにも結構出てたりとか。あ、そうなんです。実際どうでした？見て。高所恐怖症とか、なんかそういうの気になる人は難しいですけど、入った時のインパクトは、まあ、マジでかっこいい気でしたね。なるほど。いや、まあ、面白いし住んでみたいと思いますよ。なるほど。私住みたくない。おいおい、言うな言うな。住みたいでしょ。死ぬと思います。確かに。では、コメント拾っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。まず一番なんかいいね数が多かった上の方のコメント。お、寝スマホしてたら朝起きたら下で割れ散らかしてる未来が見えた。あ、確かに、ね、結構落としそうな隙間感でしたからね。いや、あそこで寝ること前提なんですね。いや、あれだって一応ベッドスペースみたいな感じでしたからね。ベッドスペース。いや、もうあそこが寝床ですから。でそれに対しての返信、はい、下にも布団引かなきゃ。いやいや、クッション用みたいな感じ。準備で頭いい。いや、めんどくせえな。でもてかもう絶対そこに布団引いたらそこで寝ちゃう。いや、確かに確かに。あとは絶対酒に酔って帰ってきたらいけない家な気がする。これ俺だな。これ私でもありますね。確かにさ、だって酒飲んでて家、一応ね、あの機関機能はついてるんで帰るんですけど、確かになだれ込んでベッドに行くじゃないですか。その時にそのままスコンって行きますからね。え、やばいっす。え、結構やばいんじゃない？え、結構やばい。週7も酔っ払ってますから。週7で。え、今も今も週7で酔っ払ってます。やばいやばい。生命保険入らないといけない。いやいやいや、嫌でしょ保険会社も。なんでこれでみたいな。いや、確かに間違いない。あと前澤の方がよっぽど空中。何を言ってんの。いや、空中っていうか宇宙でしょ。何を言ってんのこの人。いや、これめちゃくちゃ面白い。すごいな、ちょっと視野広すぎて変なとこ引っ張ってくるな。結構こういう面白コメントは視聴者の方してくれてて、すごいですね。1000件の中にそんな面白いの。そうなんです。動画のねクオリティが視聴者の皆さんのおかげで上がってます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に助かります。結構次多かったのは、うん、某
ゆっくり不動産で見たってあったりとか。違うんだよ、あの載せたのはこっちの方が先だから逆すんのやめて、もうパクリみたいな。ちゃうわあちらもとても面白いですけど、こちらもとても親しみやすく気軽に見れる感じがいいですねみたいな、いいコメント。優しい、そうお母さんのようなコメント、ありがとう。優しいです、ありがとうございます。そういうのもやっぱたまにそういうの来ると嬉しいな、しみる。よかったです。いや嬉しいです、ありがとうございます。頑張りましょう、頑張りましょう。あとちょっと気になったのが、はい、愛犬ボーイズさんっていうコメントが来てたんですけど、んなんかショート動画で、はい、結構愛犬ボーイズだったり会計ボーイズだったりなんか内見ボーイズの誤字みたいなのがあるんですけど、あれってわざとなんですか？はい、わざとですねちょなんか普通に内見ボーイズって書くの飽きたなと思って、ちょっと陰踏んでというか誰か気づかないかなと思って書いてるんですけど、大して気づかれないっていうでもいろんなコメント見てたら、はい、結構あれを楽しみにしてくださってる。あ、マジですか視聴者の皆様、言ってましたよ。嘘。あ、じゃあ続けます、じゃあ続けます。毎回実はこれが楽しみなんだみたいなコメントもあったんで。本当に？わあ、そんな、もう嬉しいね。誰も気づいてないと思ってた。嬉しいです。じゃあ今後も滑ってもやり続けます。はい。なんで他のやつも募集してますよ、逆に。小ボケ挟んでいきましょう。小ボケ挟んでやらせていただきます。はい。すごいの見てくれてる。いや、そう、結構見てくださってるんだなって思って。ね、そういうことですよね。そう、私ですら気づいてなかった。おいおい、仲間は気づいてくれ。いや、わかりづらいんじゃコメントが。そうですね、で結構、はい、まあ、コメント見てると、まあ、はい、いいコメントももちろんたくさんしてくださってるんですけど、はいはい、結構批判的なコメントも多いなと思ってて、楽しく拝見させてもらってる感じ。そうですね、はい、そんなに別にメンタル強いわけじゃないんで、たまにグサグサしてる時がありますね。どんなのがあるかちょっと見てみます。まあでもこれもね、反省を生かしていいのを作るということで見なきゃですね。次に生かしていくためにちょっと見てみましょう、はいはい、お願いします。人を騙してそう、あれサイコパスの人。いや怖い、どういうこと、どういうこと、え俺みたいじゃんかもこれなんでだよそういう風に見えちゃってるこ ことですよね。クマ隠して、クマ、クマ取ったわリノベーションしたわ、それリノベーション、リノベーションして自分のやばいやばい、ちょっとテンションがあ、じゃあ変な感じになってきた。めっちゃいいコメント来てましたよ。階段降りるとき一瞬嵐の相葉雅紀に見えた、かっこ笑い。いや、かっこ笑いないよなんか褒めてくれてるよ、嬉しいよ。これちょっといいのしてきましょう。これはいいねですねコメント返しに行きます、うん、かっこ笑ありがとうございますいや、かっこ笑いでもいいですよ、もう褒めてくれれば嬉しいです。はい、珍しいな、それはね。え、誰に似てるって言われますか？機関車トーマスこれ本当にトーマスランドに僕わざわざ試しに行きました。いや嘘だな、何言ってんだと思ってこうやって真似したらめっちゃ似てました。確かに似てるかもいやばちょっとあと編集でやっといてくださいトーマスでやっといてください。いや、いろんなコメントがあって楽しかったですね楽しかったですね。はい、いや勉強にもなりますし、なんかこっちも楽しませてもらっちゃって本当にありがとうございますって感じです。メンタルは大丈夫ですか？そうですね、ちょっと次やるときはできればすいません、お酒飲みながらでいいですかちょっとそれぐらいのテンションがちょうどいい気がしてきました。そうですね、じゃあ次はテキーラ確定にやりましょう、はい、もうちょっとなんか違うの違うお酒にしてくれやりました。でもね、そういう風にコメントもちゃんと見てますので、ぜひ引き続きコメントの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、あと、まあ各種 SNS の方もやってますので登録お願いします。出てるかな。はい、じゃあそれでは次の物件に行ってまいりましょう。それではレッツ内見。